ジェレミー・トーマス・リードは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、サンディマス出身の元プロ野球選手、野球指導者、左投げ左打。2019年シーズンより、MLB のロサンゼルス・エンゼルスで、打撃コーチを務める。2002年の MLB ドラフト2巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名を受け、プロ入り、2003年にマイナーリーグで、407という高打率を記録。 プロ3年目となる2004年6月にトレードで移籍してシアトルマリナーズでメジャーデビューを果たし打率397を残した。シアトルマリナーズ時代ルーキーオブザイヤーの候補としても名前が上がった2005年は期待されていたような打率ではなかったがそれなりの成績を残した。しかし2006年は開幕から調子が上がらず 7月2日のコロラドロッキーズ戦で右手や指を骨折、そのままシーズンを終えることとなり、思い通りの活躍ができなかった。2007年は、ラウル・イバニエス、イチロー、ホセ・ギーエンの3人からレギュラービッカへの外野手という位置づけで自己最低の成績でシーズンを終えた。2008年は、ギーエンの遺跡により、中堅守のポジションをウィリー・ブルームクイストと争うことになり、左投手には、 右のブルームクイスト、右投手には左のリードという形で併用された。シーズン終了後の12月10日にマリノーズ、ニューヨークメッツ、クリーブランドインディアンスの間で、計1 2選手が移籍する三角トレードが成立し、ショーン・グリーン、JJ プッツと共にメッツへ移籍した。2009年はメジャーで126試合に出場したが、オフには、 翌年の契約を提示されずノンテンダー FA となった。2010年は1月19日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに参加した。開幕はトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで迎えるも4月12日にメジャー昇格。しかし7月2日に自由契約となった。その後7月14日にホワイトソックスとマイナー契約を結びトリプル A 級 シャーロットナイツで過ごした。2011年1月21日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、開幕メジャー入りを果たしたが、4月11日に、ディーフとなりトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ降格した。6月2日には、ミネソタツインズへ移籍し、3カのトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスに所属した。2014年には、 ブルワーズのマイナーリーグ担当打撃コーチに就任し、2016年まで務めた。2017年から2年間は、ロサンゼルス・エンゼルス参加のマイナーで、打撃コーディネーターを務め、2019年シーズンからは、エンゼルスの打撃コーチに就任する。ありがとうございます。